つまごい村は、群馬県の西端に位置する村、あずまに属する。夏の冷涼な気候を生かした、高原野菜の栽培が盛んで、高原キャベツの産地として知られる。村名の、つまごいは、日本穂高かが統制の岐路、鳥居峠に立ち、海の神の怒りを沈めるために海に身を投じた、愛妻の音立花姫を、あずましゃマリアと追悟した孤事にちなむ。 上信越高原国立公園の一角を占め、浅間山、あずまや山、元白根山などの山々に囲まれた高原地帯には、万座温泉、風ざ温泉など数多くの温泉が湧き出しゴルフ場や、別荘地、スキー場、キャンプ場などのレジャー施設も数多く存在する。二等三角点、白根山 TR254 億3874万3201以北。 長野県境までは、草津町との境界未定地域である、村歌、つまごい村の歌が存在する。1972年に、つまごい村の村歌という位置づけで、つまごい村観光協会が主導で制作した。広大で、観光資源も豊富で、のんびりとした、つまごい村の雰囲気を、大川栄作と、青山和子が歌うもので、シングルレコードとして日本コロンビアにより制作された。 現在は歌われることは少ないが、村主催の成人。2013年に、つまごい村文化協会より、つまごい村の歌のほつまごい孝太、つまごい母上、つまごいの4曲のご当地ソングがカップリングされた、CD が発売された。JR 和賀島線沿線地域を除く、全地域が、標高1000メートル以上の高地に位置するため、阿寒帯湿潤気候である。夏は、 湿度が低く冷涼量で、避暑地として賑わう。一方で、冬は、非常に、寒さが厳しく、北海道並みとなり、毎年低く、摂氏15度前後まで下がる。村内各所で新石器時代の時、石器が湿度する。村内で湿度する、縄文土器は、前期から晩期まで縄文時代全般にわたり、その様式は多彩で中部日本の様式と、関東地方の様式が混在し、 長野県、新潟県との県境に位置する地勢からも、交易や交流の中継地であったことが伺われる。1993年に、今市区東なる遺跡から発掘された二つの黒色魔剣中高度器は成形後にヘラなどを使用して、その表面を滑らかに磨き上げ、酸化塩を用いた焼成技術によって炭素を吸着させて黒光りさせる技法が用いられている。これは、 大陸の影響を受けて、九州から西日本を中心に広がった黒色魔剣土器の様式を受け継いでいるものであり、縄文後期東日本の社会構成や技術文化の波及を考察する重要な資料とされる。稲作に適さない、寒冷な気候によるものか、稲作に関連する弥生時代の移行、道具等は、妻子井村では出土していないが、弥生式土器等弥生文化の痕跡は、 縄文時代に引き続き出土しており、狩猟採取生活とともに、畑作中心の農耕が営まれていたと推察される。なお、神又地区万座温泉の熊、白洞窟遺跡において、弥生式土器や木炭が発見されており、標高1800メートルの謙阻な山岳地帯での定住が考えがたいことからも、狩猟や、 公益のための峠越え等の一時利用が推察されるとともに古代における温泉利用を伺わせる。天人元年に浅間山が大噴火し、大笹及び大前の地区には追い分け火災流が襲い、また上野国のほぼ全域が大量の火山灰で覆われた。上州と新州を結ぶ街道が整備され、大笹には石所が置かれた。天明3年に浅間山が噴火し、 8月5日の大噴火では神原村が火災流や土石流に飲み込まれ、同地区の住居は壊滅するとともに多くの住民が犠牲になった。また、同噴火によって生じた岩雪流は神原、大前、大笹地区等の集落を破壊した。長野県との県境にあるご飯岳の菅又側に硫黄鉱床が発見され、いわゆる小串鉱山として創業を開始した。 最盛期には2000人ほどが住むある種の町を形成していたが昭和46年に閉山した。なお昭和12年11月11日には山津波によって死者245人ほか多大な被害が発生している。つまごい村の中心的な産業は農業とサービス業である。農業ではキャベツを中心にした高原野菜の高齢地栽培が盛んであり、 キャベツの村として有名である。近年では、出荷量のみならず、その品質においても、さらなる向上を目指し JAA、つまを中心に、原農薬、原化学肥料栽培などに取り組んでいる。一方、観光業を中心としたサービス業は雄大な、景観や温泉などの自然環境と軽井沢、草津温泉、志賀高原の中間に位置する高立地条件に恵まれ、 近年では就業者数においても、農業を上回る形で推移している。産業人口産業別就業者数上位5位まで、単位、人。括弧内は、厚生費。2010年の国勢調査による。サービス業2077、農林業業1823、卸工売業537、建設業444、運輸。 通信業256つまごい村には、現在小学校2校、中学校1校、高等学校が1校ある。小学校と中学校はすべて、村立、高等学校は、県立である。平成24年4月1日に、つまごい村立東中学校と、つまごい村立、西中学校を統合して、つまごい村立つまごい中学校を新設。 平成25年4月1日に、東小学校と神原小学校を統合して、東武小学校を新設。平成27年4月1日に、西小学校と田代小学校と、神又小学校を統合して、西武小学校を新設した。東三つまごい線から見た、風はスノーエリアと、夕日東日本旅客鉄道浅間高原地区、鬼押出し市と浅間さん。 香ザ地区万座温泉地区、万座温泉と万座山つまご村の歴史については、次の通り、ありがとうございます。